千円の部屋でごわす。名古屋じゃない、ウーマンズパワー大阪名古屋ご来場いただきまして本当にありがとうございました。アジズルさん、名古屋公演、名古屋の方が時間変更で台風の影響でね、昼から早いスタートで早く終わってという流れだったんですけれども、台風の影響でアズゼルさんですね、帰りの東京へのバスが運休となりまして、帰れなくなりました。ということで、急遽ですね、大慌てで安い宿泊先を探しまして、無事に宿も取れまして、と先ほどですね、明日の帰りの手段も確保して落ち着いているところでごわす。ということで、もうそれぞれ、昨日大阪は全員同じ部屋で大騒ぎだったんですけども、今日は個別なので一人でご飯を食べて落ち着いているところでごわす。今日のご飯、天むす食べてたんだけど食べちゃった、ほうじ茶。でも外もあまりにも今風雨ともにひどくて、とても出れる状況ではないので、お腹空かないようにお菓子と豚汁とカップラーメン。でもチェックインしてだいぶ時間は経ってるんですけれども、なんせ何もしていない。キャリーケースも開けていない。着替えとかいろいろ出して出所しなきゃいけないんだけど、何もしてない。これは事件だ。ということで、明日元気に東京に帰りたいと思います。それでは、空也の部屋ですよ。第2弾ですよ。壊す。ごわすごわす。みやびとゆりちゃんが大浴場から帰って、あ 我が家に遊びに来ました。お風呂第2弾。なんなの、まゆちゃん、何、自分の部屋で風呂入って大浴場にも行くってこと？これ。この自分が先じゃねえ。まゆちゃんは来るのか。誘ってる？ちょっくら。なんて？おいでよって言った。ちょっくら？やっぱりお前らかって写メと送っただけでバレるってどういうこと？ね、でもコンコンしないよね。しかも怪しいコンコンの仕方、コン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 って。そう、そのえ、後なんて。何で送ってる？って 誰もいないって言っちゃうんだよね。だってあれ覗いてんのすげえ分かったよね。ね、めっちゃ来面てたもん白かった。ね、近くに。シンサクサって言って。シン。誰もいない。ちっちゃくやってやつ。めっちゃ見てたよね、あれね。あれ面白かったな。なんかコンコンしてるやつはいいなって気したんだよ。あ、聞こえたんそうだ。なの。マジ？声は聞こえなかった？声聞こえなかった。やっぱうちは静かにはしてたんだね。だって発言したかった。もうだってバレたくないから、こそ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 来て、でマヨさんのとこに行ってマヨさんが出てきたらうるさいから、だから先にパイセンとこ行こうみたいな、なんかそういう話もしたんだけど、ちょっとパイセン知能が遠かったから、ちょっと先に行ってみたら、マヨさん出てこなかった。マミーと電話してた。パジャマ着るのにどんだけ時間かかるの？ 1 分以上かかってるよ。じゃあさっきもそういうことだったんじゃない？パジャマ選んでんのかな？え？パジャマ出すから。すごいな、さすが。開けてあげたらいいかな。あ、そうだね。開けますよ。ないんかい。コンコン、コンコンして連れてきたら開けてあげるから。はい。開けなかったら開けるよ。あれ、ここすげえ。これ何なってんの？みんなと違うの？え、多分なってるけど初めて見た。何そんなガチガチして。お迎え頼まれた。お迎え。キーには気をつけて。インコはインキーしました。
鈴井さんのポジションを狙っているからね。私嬉しい。でも藤村さんが一番面白いね。そうだね。玄関のライトとかついてたら 100% もうその光がこう遮られるから絶対わかるし。嘘。あやさんはピンポン来たらまずあのドアの穴を見るそうです。撮ってんだろ。でもね、あのゴアス動画、ゴアス動画ここまで撮って ここまで撮っていいよ。そうだね、うん、あ、これをここまでだったら変わんないじゃない。ダメ。いただいた栗きんとんを今から食べます。あと八つ橋も食べます。これ枯れてない、うん、今日だってソングフォーでやばかったもん。もう栗きんとんのお風呂でソングフォー歌ってたんでしょ。歌ってないよ。窓気をつけて。パイセンの力じゃ絶対もう逃げてしまう。ほんとびっくりした。そう、外どんなかなと思ってマイさんのすっぴんはこんな感じ。うん、何目死んでるな。心ここにあるよ。死んでる。あ、でもちょっと似てるかな。眉毛が違うぐらい。ゆうこ、ごわす。ありがとう。何これ。